おはようございます。一斉フィールドスタッフの石川春人です。今回は春の府中湖にやってきました。でここ数日ずっと暖かかったんですが、この2日ぐらいめちゃくちゃ寒くなってます。もう朝はすごい見てもらったらこの寒さが伝わると思うんですけど、ちょっと杭が渋くなってるかもしれないんですけど、今までの経験とか生かしながら、なんとか魚に触れたらなと思います。よろしくお願いします。今 BBB バグの、キャロライナリーグからスタートですけど、リーダーがだいたい40センチぐらいで、重さが17グラムなんですけど、単体17グラムの重りよりこう5グラム5グラム7グラムで3個つけることによって、ちっちゃい石とか、枝とかを単体1個の時より乗り越えやすくしてます。キャロって長いので仕掛けが後ろに人がいないか物がないか当たらないかを確認して投げます。で着底まではずっと糸を緩めときます。でボトムについてもシンカーは先ついてるんですけど、ワームは後でスーッとゆっくり押していくので、ワームが落ちきるまでちょっと待つ。でそこからゆっくりゆっくりラインスラックを取ります。タックルはハートランドテクニカルシャフト7フィート10インチのヘビーアクションです。でリールがスティーズ A の 6.3 対1でスプールを、1012の、マグホースの赤スプールに変えてます。でラインはフロロ14ポンド大体 80m 巻かれてます。お、ちゃうか、ちゃうな、びっくりした。あ、いや、いった、当たった。オッケー、よっしゃ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。そんな大きくないけど、朝一ゲット。オッケー、オッケー、いた、いた。よいしょ、かわいいけど、朝一、ありがとうございます。引き続き、丁寧にやろうかなと思います。お、当たった。キュッ。あー、これまた可愛いやつやな。オッケーオッケーオッケー。よっしゃー、ちょっとだけサイズアップ綺麗なバス。コンディションいいっすね。シナモンブルーフレーク。あ、当たった。あー、抜けたー。あーはは、ちょっとマシでしたね。34センチや。あーはー、寒い、まだ寒い。太陽を待ってたのに太陽が、ね、雲に隠れてしまいましたね。完全になんか曇天ですけど。お、あだ、あー吐いた。今食ってた、ずっと。あ、まだいった。オッケー、かわいいな。マジでいつ大きくなるのかな。アクティブ。よいしょ、一丁上がり。めっちゃ釣れる。はい、移動してきました。でここは岬のあるエリアで、
ハードボトムと、ブレイクっていうのが絡んでて結構美味しいエリアかなと思います。でそこをちょっとスモラバ UBB ショットで丁寧にやってみたいなと思います。 BBB ショット 2.6g に BBB バグ 3.2 インチです。で真ん中の触角カットします。サウはハートランド、最下限7にミディアムライトアクションです。でリールが令和のセオリー2000番のハイギアで P06 プラスフロロの6ポンドリーダーです。当たった。多少マシ？どっち？おコンディションいいやつや。ほーら、ごといねん釣ったんじゃないかな。やったー、コンディションいいやつ。パーム飛んじゃったけど、 BBB ショット 2.6 に BBB バグ 3.2 インチ。危ないね、これめっちゃ薄がかり。はい、移動してきました。ここは岬なんですけど、結構水深があって、そこ AK チャンクの 7g のテキサスリグで狙っていこうかなと思います。来た、 OK、 あそこの木に OK。 びっくりした、突然すぎる。びっくりした、マジで焦ったっすわ。オッケーオッケー、 AK ちゃん頬張ってくれた。今のバスは見えてなかったんですけど、あそこにちょっとしたブッシュがあるんですけど、まあ、見えてなかったんですけど、あそこに投げたんですよ。そしたら急に出てきて、どこ見えたんですけど、まあサイズあれだったんですけど、夕方とかいい時間になると、ああいうちょっとしたブッシュにいいやつが入ってくるかなと思います。まあちょっとした変化も逃さずに打っていくのが大事かなと思います。はい、お昼休憩終わって、朝一当たりが多かったエリアに戻ってきました。で今日は春なんですけど、結構気温が低くて寒くて、ちょっと防寒をいっぱい着込んできました。でこれで僕の、モチベーションも上がったので、ちょっと集中して、朝拾いきれなかったいいやつ、狙えるように頑張っていきます。AK チャンク 7g のテキサスでいきます。食った、あくっそ、切れた、マジで。ごめんなさい、マジか。でかかった。ふー、きつい。もうグッグッグッって引っ張ってたから40はあったと思います。食った、よし。かわいいけどいいな、やっと釣れた。午後やっと釣れましたわ。しかもちょっといい。ちょっとほんのちょっと、はい、かわいいやつ。さっきバスがフラフラと右から泳いできたんですけど、今ちょっと見失ったんですけど、ちょっと付近にいることを想定して
魚の後ろだけちょんがけすねきちリグをセッティングしました。あ、これそうか。来た、オッケー、オッケー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 、マシなの来た。ちょっと待って、ちょっと待って、魚魚来た、魚魚だけど後ろの魚だけですね。オッケー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 、おいでおいでおいで、オッケー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 、よいしょー、オッケー、うろうろしてるやつやったー。なんとか量計出せてよかったです。まあギリギリなんですけど、ネスト以外でも割とこうフラフラしてるやつはいるので、目を凝らして見てたらまあまあ魚はいるんじゃないかなと思います。で、新作魚魚赤松さんがサイト用で作ったものですね。でちょっとね、ちっちゃいベイトが多いので本当は頭もあるんですけど、ちっちゃくカットして後ろ側だけで使ってました。はい、夕方ラストのポイントに移動してきました。ここは朝一とそれから昼、昼食とってから、最初に来たポイントで、バスもその他の魚種も、ストック量が多いので、ここで最後、頑張ってみたいなと思います。はい、ゼリメタル 6g、おっきい、きた、あーかわいいやつやよかった、釣れた。1投目ですね、ザリメタル。あー、バレた、あー惜しかった、 1投目やったのに惜しかった。まあでもこうやってルアー変えてすぐ反応してくれると嬉しいですね。32センチ推定、マジか、もったいない。まあでもまだ来ると思うんで、ちょっとやってみます。ケイチャター 10g に、海用のカタクチワームがついてます。オッケー、チャタに来た、マジでオッケーオッケーオッケー、やったー、これに来たらでかいって言ったけどよし、夕方、まあ雨が降ってきて夕まずめで、朝はこういう巻物には全然反応なかったんですけど、今になって反応してくれました。まあ、でかいのも絶対いるはずなんで、もうちょっと諦めずに頑張ります。さあ、もう暗くなってきてラスト1投ですよ、行ってこい。今日はね、天気が悪くてですね、まあ普段ならあと15分くらいはやれそうな感じなんですけど、今日はもう早く終わりにしないと真っ暗になっちゃうんで、これで最後にします。オッケー、終了、終わりです。はい、一日お疲れ様でした。春の府中湖回ってみました。で、今日はすごい寒い日に当たって、バスの活性も下がっちゃって、サイズアップに苦戦したんですが、まあいろんな釣りで数は楽しめたんで、まあ、僕としてはすごく楽しいロケ長考になりました。次はいい日に当たってでかいのを仕留められるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。